いや、吉谷さん、そして動画をご覧の皆様、怠け続けるのも根性いりますよ。怠け続けてみてください。多分ね、家族の方とか身の回りの人とかに、いつまで大丈夫とかね、仕事しなくてもいいのと、怠けてばっかりいてっていうこともあるんですよ。その摩擦に耐えられなきゃいけないんですよね。であと、自分の内側から来る気持ちの焦りもあります。あれ、こんなに怠けてて大丈夫かな、月末の支払いどうなるんだろうとかね。怠け続けるのも根性いりますよ。だから多くの方は適度に怠けて適度に一生懸命やるんで大多数派に入っちゃうんですよ。だからね、一生懸命やるんだったらもう怠けをゼロにしてもう突っ走る。で、怠ける方をやるんだったら怠けに突っ走る。極端に触れないと、その極端の果てに成功への入り口があるわけですよ。だからどっちにも触れずに成功への入り口がないようなね、多数派のところをうようよしていても将棋倒しになるだけですからね。群衆雪崩っていう言葉がこの前 NHK でね、言われてましたけども、まさにあんな感じです。みんなね、お互い同じところに詰め寄っちゃってバタンと倒れて、みんなでね、もう地位ですよ。だからそうならないようにしていかなくてはいけないかなと思います。じゃあとりあえず何すればいいのかってこと、これからお話しますね。何をすればいい、3つ、3ステップ。とりあえず1、商品作ってください。ビジネスするんでしょ、商品持ってます。持ってなかったらこれから言う3つの商品をすぐ作ってください。1つ目、無料面談。これはね、作れるでしょ。何も考えずに無料面談でいいんですよ。無料面談作れましたよね。2つ目、1時間の面談1万円ね。この商品作ってください。もうできましたよね。内容はあんまりいいです。どうでも、ね、内容は今考えなくていいです。3つ目、1泊2日の個別コンサル。これ1泊2日で5万円ね。宿泊費食事込み5万円ね。これは申し込んだ人に後ほどスケジュールとかね、段取りとか場所とかを後ほど連絡しますっていいわけですよ。この3つの商品もうできましたよね。じゃあ次です。次、とりあえずこれをやるのパート2。今商品ができましたので今度は集客します。ネットで自分の商品が3種類あることを放送してください。今さっき言ったこれだけでいいです。無料の面談がありますと。1時間の面談1万です。1泊2日の個別が5万円ですと。以上、これだけでいいです。内容のことを思いつかなかったら言わなくていいです。これやってくださいね。できますよね。これをネットで書き込む、リアルで会った人に必ず言う、これを繰り返すだけです。なんだったらメールの定型文の一番最後の末尾にね、入れといてもいいです。私は今こういう商品やってますとかいうふうにね。で、何の問題解決するかとか別に考えなくていいです今は。で、次です。とりあえずこれをやるのパート3ですけども、何それって聞かれると思うんですよ。1番と2番をやっていったら、とりあえずの1と2をやったら、何それって聞かれると思うんですよ。その時にセールしてください。何それって聞かれたら、後で連絡するんで、こちらにメールアドレスにちょっとね、なんですか、無料面談1時間1万1泊2日5万、これのいずれかが希望ってことを書いて送ってください。詳細を送りますというふうにするんですよ。で、メールが来たら私に相談してください。こういう商品作ろうぜって、その時に内容を作っていけばいいんですよね。簡単でしょ。で、これでとりあえずやれ123ができたら、もうあなたはネットで売り上げが上げることができます。なぜならこれは私もたまにやる方法なんですよ。で、必ずこれはね、必ずですよ、発信しないといけないです。商品作ってても知らせなければ誰も気づいてもらえません。なんだったらね、さっき言った無料面談1時間1万、1泊2日5万っていうのをボードに作ってですね、こういうボードに作って、玄関のところに置いといてください。人が入ったら必ず見るように。そしたらね、多くの人が来た時に、人を呼んだ時に、あ、こんなもんあるんだってなりますから。そしたらね、あなたを見る目は社会から見ると起業家です。3つの商品を持っている起業家です。とりあえずこれをやってください。これをやらないんだったら他にやることはないんじゃないかなと思いますけどね、いかがでしょうか。じゃあ、いってらっしゃい。